人で行動すると人に気を使わないので、それがいいなと思ってて、普段映画見に行ったりお芝居見に行ったり外食するのも割と一人が多いです。本人在独活，这里孤独指数太高，讲口德字大妹。一人で焼肉なんて変な人だと思われないだろうか。なんて気にしてるのは自分だけ。讲口德字主演的日剧《独活女子的守则》，一个人体验被认为是适合就办的各种活动，称之为独活。剧中最狂挑战是。最高だ。おいしい。自由を制限しているのは他人じゃない。他人のせいにしている自分自身だ。今回のソロ活でまた一つ大きな壁を越えた気がする。独活引起广大共鸣，日剧也一连拍了三季，最新第四季由台日合作开拍，江口德子从北到南独活走透透，把日剧搬进酒会。はい、江口のりこです、こんにちは。今回このソロ活女子のすすめ方で台湾で撮影来れたことをとても嬉しく思っています。今日も撮影してきました。これからも、この後もすぐ撮影に行きます。楽しみにしてください。お願いします。本人而言呢，最有挑战性的会是什么样的一个活动呢？そうですね、サバイバルゲームですね。私自身体を動かすのがあまり好きではないので。台湾は今回初めてです。で、実際来てみるとやっぱり食べ物も美味しいし、人々も優しくて、とてもいい時間を過ごさせてもらってます。他知道自己其实有非常多的日剧作品在台湾非常受到大家的欢迎吗？他自己有感受到说，其实我在台湾是有人认识的吗？全く感じません。完全没有感觉。但是今天媒体很多都是冲着他来的，我们不是为了中华电信来的。ちょっと信用できません。无法相信那个。在路上看到他，可以主动跟他打招呼是 OK 的，因为有些人不喜欢被打扰。してください。自己本身也是一位独活女子吗？そうですね。一人で行動するのは好きです。一人で行動すると人に気を使わないので、それがいいなと思ってて、普段映画見に行ったり、お芝居見に行ったり、外食するのも割と一人が多いです。会想要自己挑战去游乐园吗？因为在台湾，大家会说自己去游乐园是一个孤独指数非常高的行为。遊園地は一人で行くものじゃないと思います。他觉得游乐园不是一个人去的地方。刚刚他有提到说今天早上吃了蛋饼，然后跟他说台湾蛋饼有很多的口味，他其实天天早上都吃不到蛋。卵の中にコーンとネギが入ってたかな。他にもいろいろあるのでぜひ食べてみてください。はい、毎日違うもの食べてみてください。はい、你说日本比较不太能够接受臭豆腐。もうないです。苦手なものはないです。ただそのお豆腐は昨日ふわっとこう香りが来てわってなったので、吃起来没有那么臭。そうですか。美味しいです。わかりました。じゃあ今度台本で入れるかもしれません。どうぞどうぞ。